녕하세요くるみ입니다じゃん今日は私の韓国語勉強ノートの作り方を紹介します。前韓国語の単語の覚え方とかの動画でノートの作り方というのは紹介したことがあると思うんですけれど、全体的な韓国語のノートの作り方とかそういうの説明したことないなと思ったので、今日は説明していきたいと思うんですけれど、はい、さっきも見せたように私は3つのノートに分けて勉強しています。ちょっと前から始めたやり方なんですけど、なぜ3つに分けるかというと、1つ目、これが韓国のニュースとかそういう文章とかを翻訳するノートで、このノートは分からなかった単語を書くノート、最後のが文法のノートです。じゃあ最初に文法のノートから説明していきたいと思います。で、文法のノートは最近私韓国語全然勉強できてなくって、それで文法がちょっと抜けてる部分が結構あるので、もう一回やらなきゃなと思って復習も兼ねて最近中級からやり直してます。まあ文法のやつは文法の教科書ワーク、前も紹介したけどこれを見ながらやってるんですけど、このワークの説明とか問題をこっちのノートにまとめたり問題解いたりしてるだけなんですよ。まあ例えばコデンだったら文法書いて意味書いて、前も紹介したけどね、使い方とか形容詞動詞名詞の時どういう風になるよとか文章例とかいろいろ書いてやるんですけれど、あとは練習問題バーって感じでノートを作っています。くるくる。で、2つ目はこちらの単語ノート。単語のね、覚え方は最近忙しい人でもできる韓国語勉強法っていうようなこの動画で紹介したんだけど、そのアプリ単語帳に登録もしてて、でそれプラスこのノートにもまとめてます。やっぱり書くのとあとアプリで問題解くのと違うと思うので、忙しい時だけアプリの単語帳で問題解いて、時間がある時だけこのノートに分からなかった単語をまとめるようにしています。こんな感じで単語で、単語の意味をオレンジのペンで書いて、例文書いて、意味のところは日本語はオレンジの文字、この単語出てきたところに線引いてっていう、後で赤いやつ、よくある赤い下敷きで隠して問題解けるように自分で問題作るっていう感じかな。そうやって自分で問題作るイメージでわーって単語を書いています。これは日常生活でわからなかった韓国語を単語帳アプリに入れといて、その単語帳のアプリに登録しといたやつをこっちに移すっていう感じなんですけれど、その例文とかはネイバー辞書とかいろんな辞書を使って見てみたりとか、 Twitter でこの単語検索してみたりとか、インターネットで検索してみたりとかして出します。こんな感じで疑問に思ったことがあったらこうやって付箋で貼っておいて調べたりとか、韓国の友達に聞いたりとか、韓国の友達いない人だったらハロートークっていうアプリとか使ってみたらどうかな、わかんないけど、解決するために付箋を貼っておきます。はい、単語は以上で、最後はこちら文章を翻訳するノートです。これはニュースだけじゃなくっていろんなのを翻訳するんですけれど、例えば私がねいつも使ってるのはニュースのアプリなんですけれど、そのニュースのアプリで文章を全部書き写して、分からなかった単語にはマーカーを引いて下にオレンジのペンで意味を書くっていうことをねやっています。書き方はねそんなにこだわってないんですけど、最初の方は1行文書いて2行開けてまた下に文書くっていう風にしてたんだけど、まあ、最近はそんなちょっと見にくいけどバーって書いちゃってます。こうやってね意訳することがあると思うんですけど、意訳したら私は付箋を貼ってで元々の意味を変えたりとか、疑問があったら違う色の付箋でハテナつけて貼ってあったりとかします。これ本当にニュースだけじゃなくって、例えば韓国の YouTuber さんの字幕が出るやつあるじゃないですか。しかも韓国語の字幕、韓国語の字幕が出てくるやつを字幕を見ながら映してそれを翻訳するとか、韓国の人が検索する Google みたいなネイバーっていうアプリがあるんですけれど、それでもニュースすぐに見れるし、あ、V ライブとかそれも字幕出ると思うから、アイドルとか好きな人はその字幕を映して勉強するっていうのもありだと思います。なので話し言葉を勉強したいときは YouTube とか V ライブを見て、硬い表現とか難しい単語を勉強したいときにはニュースを翻訳します。はい、そんな感じで勉強をしております。
はい、全部に共通してるのはオレンジのペンで書いて自分で問題を作って、後からこの赤色の下敷きを使ってもう一度問題を解くことなんですけれど、あ、そうだ、全部に共通するんですけど、文字を書くとき絶対に音読をしながら書きます。例えばもうちっちゃい声でもいいから、こうやって書きながら、きじみながら、レイボー単語技サービス使者みたいな感じで呼びながら書きながらやります。で、まあ訳すときは韓国語読みながらやると、日本語書くときに韓国語を書いちゃうかもしれないから、まあそういうミステイクがあるから、たまにあまりやらないんですけれど、韓国語の文を書くときは音読をします。そうすることで自分の発音も確認しながら練習できるし、言うと音で頭の中にまた入るので覚えやすくなるっていうのがあると思います。私はそういう風にやっております。はい、皆さんどうでしたかな？みんなどうでしたか？みんなはどういう風に勉強していますか？教えてください。私も韓国語勉強今頑張っているので、皆さんと一緒に成長していけたらなと思っています。そして今年の動画はこれで終わりです。来年また新しい動画で報告があるので、まだチャンネル登録してない人は登録して待っててください。では今日はここまで。皆さん良いお年を。次の動画で会いましょう。アンニョン、アンニョン。